日頃の感謝を込めてバレンタインにブラウニーを作ってみたんだけど。え、ちょ、マジで？お前からもらえるとは思ってなかったからびっくりだけど、サンキューな。早速開けてみて。矢のモコタンめっちゃ強かった。お前が悪い。すげえ、階段が動いてるぞ。歩くのは面倒いからエスカレーターにしたわ。急ぎの人のために関東では右、関西では左を開けるのがマナーだぞ。マジか。マジやで。関東では右、関西では左ってことは、幻想郷ではどうしたらいいんだ。こうか。多分違うな。なんであなたたちはそんな血の気が多いの。献血でもして抜いてきなさい。こっちはもう1000ミリリットル抜いたわよ。ならこっちはバイプッシュだぜ。2000ミリリットルいったぜ。どうだかぐや。かぐや、100ミリリットル勝ったぜ。どうも、今日はケーネと2人で永遠邸に遊びに来ました。誰に説明してるんだ、モコ。入り口中世だっせ。いや、あれは勝手口といってただの裏口だよ。じゃあ勝手に失礼しますよっと。勝手口とはいえ勝手に入ってはダメだぞ、モコ。マジか。若が来た。ケーネ、福笑いしようぜ。お前はいつまで正月気分なんだ、モコ。なかなか難しいな。いやいや、結構いい感じだぞ。こんなもんかな。おお、すげえ、すごく似てるぞ。偉い人にそっくりだな。とんでもないものを作ってしまった。ケイネに求婚したいんだが、おすすめの場所とかあるか。吊り橋の上がおすすめね。恐怖によるドキドキが恋愛感情に上乗せされるみたいよ。こんなとこに呼び出して何の用だ、モコ。今日はケイネに大切な話があるんだ。ケイネ、結婚しよう。ケイネ、それどころじゃねえよバカ。モコのためにスカート買ってきたぞ。スカートだ。そんなめめしいもの履けるかよ。いらねえよ。んじゃ、そういうことで。んじゃじゃねえよ、持って帰れ。なんだよこのフリフリ、あいつどんなセンスしてんだよ。つうかこれ絶対似合わねえだろ。ほら見ろ、やっぱり似合わねえじゃねえか。